お兄ちゃん。おはよう。うん、少し前から来てたんだよ。暇じゃないよ。ちゃんと作ってきたんだから。そんな。お兄ちゃん、今から二人でデートしてきたらどうかな。そんな、デートだなんて。わ、恥ずかしいね。ほら、天気もいいから。ゆきちゃんも一緒に行こうよ。私は用事があるから。え、そうなの？うん、だからね。それじゃあ行こうか。あ、また嫌そうな顔する。もうお兄ちゃんは。ほら、早く。行こうよ。うん。それじゃあ、ゆきちゃん、行ってきます。ねえ。ゆきちゃん、どうかしたの？なんでもないよ。あ、そういえば。ゆきちゃんからチョコをもらったんでしょ？え？ううん、なんでもないよ。ねえ、もう帰ろうよ。ゆきちゃん待ってるよ。ね。今日はどうだったの？お昼のデート。日和お姉ちゃんにね、ごめんねって言っておいてね。約束破っちゃった。学校に行くって言ってたよね。お願いがあるんだけど。あ
ただいま。あ、お兄ちゃん。久しぶりに聞けたね。あ、お兄ちゃん？お兄ちゃん、どうしたの？そうなの？日和お姉ちゃんと？そっか。あ、そうだ。今日は雨が降るみたいだよ。でも天気予報で。ごめんね。あ、ゆきちゃん。ひよりお姉ちゃん。あ、おはよう、ゆきちゃん。おはよう、ひよりお姉ちゃん。終わった？なに？あ、あ、ほら、帰らないと。雨が降ってきちゃったよ。馴染だから今日だけ特別だよ。うん、またね。早く帰らなくちゃ。今日はあったかいのがいいかな。体もあったまるお料理が。ちゃんと食べてくれてるもん。やっぱり雨が降ると寒いな。うん、あったかいお料理に決定だね。
お兄ちゃん。ただいま、お兄ちゃん。ガサが学校になかったの。しょうがないよ。こんにちは。ありがとう。お客さんって誰だったの？それじゃあコーヒーでも。うん、いいよ、お兄ちゃん。ほら、日和お姉ちゃんが待ってるよ。お湯を沸かしてから持っていくから。ちょっと待っててね。ないよ。あ、今日は早く帰るから。今日はちょっとした報告。うん、チョコ食べてくれた？美味しくないから。
からね。うん、そうだね。ちゃんとお父さんに食べてもらうんだ。関係あるんだよ。あ、それと